困っているみたいだね。私はサイバーコネクト2。ある人から君たちの道案内を頼まれてきたんだ。だから、構えた武器を収めてほしいな。証拠か。こればっかりは君たちに信じてもらうしかないね。<laughs> 相変わらずネプテューヌさんはこっちの世界でも面白いね けど、残念ながら本物じゃないんだ。ごめんね。その言い方だと他の仲間にも合ってるみたいだね。それなら話が早くて助かるよ。気にしないで。それよりも今は早くこの場を離れないと。私についてきて。さあ、君たちを待っている人はこの先だよ。私は、 たまたま立ち寄った街で君たちの道案内を頼まれただけだからね。それに、まだ追っ手を巻いたとは限らないからね。帰るついでに少しおとりでもしてかく乱してくるよ。うん。それじゃあ。あれもしかして、ネプテューヌさんたち最近この辺りに不審者がよく出没するらしいから、見回りをしてるんだ。ネプテューヌさんたちは、 どうしてこんなところに隠しダンジョンに4英雄の伝承か。ごめん、今回は力になれそうにないや。けど、怪しいダンジョンなら、この下の洞窟なんてすっごく怪しそうだよね。ゲームでも洞窟ダンジョンには昔から隠し通路や仕掛けがたくさんある。 ノアール様予想を裏切り期待を裏切らないそれが私だからね町のみんなから話を聞いて協力できないかと思って追ってきたんですけどらしくないですよノワール様偽物に後れを取るなんてもちろんですみんな応援 どうでしたか絶望禁止だよ、ノワール様。一旦街に戻らないもしかしたら直せるかもしれないしさ。ノワール様信じてあげよう、ノワール様。そう言われると、ちょっと照れるね。これはまた骨の折れそうな相手だね。さ、さすがベール様。すごい力の入れようですね。 まさか、こんなので信じてもらえるなんて。恐るべし、ネプテューヌさん。プラネテューヌだけじゃないよ。このままじゃ、ルイ、ラステーション、リーンボックスもみんな壊れてしまう。うわぁ、今にも折れそう。そうだね。またこうして私たちが出会えたのも、ネプテューヌさんのおかげだもん。さあ、ノワール様は私の方に。 そうだよ。私たちだって画面の向こうのみんなに言いたいことはたくさんあるんだからね。クリアおめでとうようやく半人前になったねさあ、一人前になるためにもっともっとゲームをやり込んで楽しもうか